とあの大変なんでちょっと編集はしない感じなんでね。じゃあいっぱい、はい、いっぱいやばい話する前に。いやいやほらちょっと今までとさ同じ感じでユーストリームをできるか分かんなくなってきたからさ、いろいろ実験してまして、うん、でまだ表には出してないんですよ、うん、ここにいろいろメンバーのコメントが上がってるとか、うん、でもね今ねちょっとアーリンとタカさんのちょっと上げといてみたんですよ、うん、前回あれで撮ったんですよ、うん、あの桃色つるべで、うん、135人の人が見てくれて4ついいねがついてましたよ4つ。はい、お素晴らしくないですか。すごいですね。だからちょっと5個目指します。はい、5個目指して。まあこういうこれ近況の動画もさ、こうやって毎日上げて。あ、いいねいいね。今日これ高橋これ最後ですから。はい。どうですか。え、ここ懐かしい。ここの会場。グリーンドームは何回目？二回目だよね多分。二回目。二、うん、回目。まあ、でも山田電機の時にはいないか自分。いやあのね、うん、あそこの公園があるんですよ。公園があって遊園地があるんですよ、うん、地区遊園地があったり、うん、あの前橋あだ群馬の県庁の前かなんかにそこで古谷がパレパレの PV を撮ってる。あ、撮った撮った。あ、でいたよ。撮ったパレパレの PV は撮った。いた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 。そうそうそう、それと高橋、あ、違う違う、あと藤井か、藤井の1回目か、あ、2回目かなんかか。いや、1回目だよね、あれ去年去年。そう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 、っていう感じですよ。どうですか、なんか今日の見どころみたいにちょっと聞いちゃっていいですか。今日の見どころはもう有吉さんが扁桃腺を取って初めてのライブだから。素晴らしいですね、全部自分のことに。もうやばいですよ有吉さん、ね、今年の一大事件ですよね。もう一大事件ですよ結構、意外と扁桃腺、扁桃腺意外と、はい、あとは、はい、でもやっぱね、いやいいですよ有吉さん目線の正直なことをちょっとこれはもう、いいですよ、もうそれはもう私もどうなるか分かんないんでそれはさっておき、うん、でもやっぱあとは私もどうなるか分かんないって、どうにかなっちゃう、分かんない。あとはね、うん、あとはやっぱ名人高橋月刊だって。月刊高橋ってさ、そもそも高橋って何ぞやって感じじゃん、知らない人から見たら。いやいや、もうでもありがたいことで12回できたってことですよ。でもやっぱりこのライブはね、やっぱ名人がいてこそのこの12回あったわけじゃないですか、はいはい、そうですよ、もう今日で最終回、最終回。そう、はい、だからちょっとね、名人にもね感謝の気持ちをね込めてね。今見てて思ったんですけど、切られてあのお切れになられましたね。あ、もうよく言う、ちょっとほっそりなされて。そうなんですよ、もう、はい、おかげさまでもね、はい、ほっそりしたけど、まあ、別にエラは変わんねえんだなって。あ、すいませんすみません、そんなこと。逆にエラが目立つっていうねそんなことは言って、そこまで言ってないです。本当に大丈夫、はい、あ、でも痩せられましたね。あ、どうもありがとうございます、はいはい、っていう感じの、まあ、ちょくちょっとこういう動画をね、気づかれないで上げてったら100人ぐらいの人が見てくれてるかなっていう、はい、大それたことは考えてないですよ、はい、っていうのを。みんな今何してんだろう。みんな何してんだろうね、ちょっとわかんない。あ、芝生で座ってたりしたよ本当？うん、そういうこのライブ今日はちょっとゆっくりして。